はい、今日はこういう感じですね。こういう感じって朝の3時50分ですか、4時前で今から朝練行ってきます。もちろんブーツ装着で、ここアンダーパンツ装着しております。ここの太もも入ってるし、膝入ってる、股間はないか、ケツパッドとかも入ってるやつですね。尾骨のやつもここも入ってます。もちろんこれいいですね、ブーツにアンダーパンツ付き、いいと思います。この膝外のやつ当てるとこここわばっちゃって、これいいですね、ブーツにアンダーパンツ、はい、セットにします。やっぱりこのコミネのフルプロテクター装備ですね。まあプロテクター装備はオフ活動するには自分としてはもう絶対的な制約と思ってます。ハンターハンターの制約と念の関係がある通りね、絶対的にこれつけることによって、バイクに乗ることを許されるという、ね、まあ、そういう意味合いで、なんか特別な念を得られるわけじゃないですけど ね、じゃんけんぐみたいな、そういうわけにはいかないですけど、プロテクターを装備することによってバイク乗ることを許されてるっていうことですかね。まあこれ着てコンビニにジュース買いに行くためだけにはいかないですけどね、はい、河原行くときは絶対つけます、もう 100% 本当に行くたびにケマしてたら、まあ年齢的にも体持ちませんからね。はい、では行ってきます。外はまだ日も出ず真っ暗です。まあ走ってる時に日の出出てくるっていうのはいいんじゃないですかね。久しぶりですね、こういう朝練は。エキシージではね、やっぱり朝練、夜練じゃないけど、練っていう、練習っていうのもね、なんだけど、真夜中とかね、やっぱ早朝ですね。イニシャル G じゃないんですけど、どうしてもね、出かけたくなっちゃいますよね、そういう車とかバイクは。今4時21分かなり霧ってますよね。ちょっとわかんないかな、霧がすごいんですよ。霧がすごいっていう、霧ってます。はい、まあとことこ走るにはちょうどいいですね。もう霧がすごいですけど、うん、まあ XTZ もゆっくり走る分にはまあ全然このノーマルライトでもいけると思いますね。そんな広範囲には照らさないんですけど、あとちょっと後日が自分のちょっとイマイチっていうのありますけどね、これまあ大丈夫だと思います。正直このタイヤ、ノーマルタイヤなんですけど、砂地は厳しいですよね、こういうとこ。ちょっと片足荷重は直に砂地を蹴るぐらいじゃないと厳しいですね。もう完全に噛んでますもん、砂。こんなもんなんですかね、うん、砂地もいけて岩場も OK みたいなタイヤってあるんでしょうかね。まだタイヤノーマルで空気圧 1.0 ぐらいで走ってるんで、若干減ってるかもしれないですけど、 1.0 切ってるかもしれないですけどね。ビートストッパーとかそういうのもしないでやってますよ。で砂あってすぐガレですよね。この間転んでしこたま頭打ちつけましたからね。目から火玉、火花一瞬出るぐらいに。岩って怖いですね。立ちこけでも下手したら死ぬ可能性ありますもんね。やっぱりフルフェイスじゃないとやばいっすよね。ハンヘルで顔面打ちつけたら終わりですわ。ただ4時半で貸し切りですわ、本当に。4時半にこんなとこ一人で走ってる変態は私ぐらいでしょうね。しかも毎日レベルですからね。いやアホですわ。ここ川で、こっちちょっと中州渡ろうとしたんですよ。
そしたらここ沼化してて沈んじゃって、こんな状態でどんどん沈む感じでハマってもう抜けれない感じになりましたよ。やばかったです。あそこまで行ったらもうバイク捨てなきゃいけないレベルでした。バカですわ本当に。はい、勝手にアドベンチャーして抜けれなくなるっていうところでしたよ。はい、ダメですね。気をつけます。気をつけます。すいません、めちゃくちゃばっかりさせてます、ごめんね。だいたい河原でこうヘリに行けないようにだいたいでかい岩置いてあるじゃないですか、四輪とか行けないように。でね、私ちょっとこういうところでちょっと遊んでたの、やっぱ土木工事の人にちょっとまあある程度見られちゃって、最初この木置いてなかったんですけど、こう行けないようにっていうか地域化して置いてくれましたね、こういうの。はっきり言ってまあこういうの関係ないですけどね、これ自体は乗り越えれないですけど、どっからでも入れるんで横こう、まあこうやってまあ溝を掘ってますけど、これぐらいなら行けますよね。はい、まあ行かないですけどね、ここはやっぱり迷惑かけたくないんで行かないですもん。はい、ここは入りません。すいませんでした。はい、気をつけます。